今日はですね、現在の感染状況について、基本的に落ち着いてきたということで、前回の記者会見におきましては、かなり、ステージ2にまで降りてきてますので、リバウンドがなければ、その時点で3月8日以降の件につきましては、改めて記者会見をするというふうに申し上げました。現在、首都圏におきましては、この緊急事態宣言が2月20、あ、ごめんなさい、あの3月21日まで2週間余り、延期されるといいますか、そのまま継続するということになりました。そこで、私どもどうするかということだったんですけれども、実際に静岡県下における感染状況を見ますと、ありがたいことに県民の皆様のご協力のおかげで、状況が落ち着いてまいりました。そこでですね、県内におけるこの経済活動といいますか、この消費喚起策を、そろりとスタートと、そろりスタートさせるということになりましたので、今日はその詳細について申し上げたいというふうに存じます。これは一番肝心なものはですね、GoTo イートの食事券なんですけれども、この GoTo イートの食事券に関しましては、これまではデリバリー、テイクアウトでご利用をしていただいて、食事券としては自粛をお願いしてたんですけれども、この自粛を解きます。3月8日からこの GoTo イートの食事券をご利用していただいて、食事をしていただくということが一つです。で、もう一つはですね、元気旅ってやつですね、静岡元気旅。これもですね、同じように3月8日から始めるということでございます。で、駿河湾のフェリーにつきましては、3月8日からと思ってたんですけれども、その日、イベントがあるということで、1日置いて3月10日から始めるということになりました。しかしながら、このように少しくそろりスタートということで始めるのでありますけれども、皆様方に注意していただきたいことがありまして、ここに用意したものがございますので、ご覧くださいませ。まずですね、この飲食店、宿泊、観光施設など事業者の皆様に特にご留意いただきたい点、赤字で書きましたが、適切な店内の換気をしてくださいますように改めてお願いを申し上げます。それから、テーブルの大きさにもよりますけれども、4人以下ということでですね、できれば8階にこう座って、直接にこの飛沫が飛びないようにしていただくと。で、そしてこのテーブル間の距離も持っていただきつつ、ポイントは人と人との距離の確保をしていただくと。で、できればアクリル板を設置していただきたいということでございます。で、店内での大声の会話はぜひお願いをしてくだ、なさらないようにお願いしたいと。それから入場者の食事中以外のマスク着用の呼びかけ、感染防止対策のこの徹底をですね、飲食店、宿泊、観光施設、今回 GoTo イートの食事券も使えるようになりますし、元気旅もこれから始めますので、ぜひまず飲食店につきましてはこういうことを守っていただきたいと。パネル次ではございますか。この飲食の機会にですね、ご留意いただきたいのは、感染防止対策が徹底されたお店で、できれば混雑していない時間帯の利用をお勧めしたいということです。で、これまで皆様方にご協力いただいてますように、食事は黙っていただいていただきまして、会話するときにはマスクを必ずご着用いただきたいということです。それから、この同居されているご家族以外との飲食は、できる限り少人数で、先ほど申しましたけれども、1テーブル、一応4人という数字を上げておりますけれど、基本的に飛沫が飛ばないようにですね、それを基本にして食事をしていただきたいと。それからもう一つパネル用意いたしました。これは旅行の機会で特にご留意いただきたい点でございますけれども、感染防止対策を徹底するということは言うまでもありません。それからこの赤字でございますけれど、旅行中の飲食でございますが、感染防止対策が徹底されているお店、混雑されていない時間帯ですね。で、食事するときには黙っていただいていただきまして、会話時はマスクを必ず着用すると。
ということでございます。なるべく少人数で混雑する時間と場所を避けて余裕を持って旅行していただきたいと、まあ、こういうことでございます。静岡県、数字で申しますと、本県の感染状況は直近1週間の人口10万人あたりの新規感染者数が 3.2 程度と、いうことでございまして、先週比では 0.7 ポイント減少ということです。病床占有率も直近1週間で 20.4%、 3月3日段階では 20% を切っております。残念ながら西部中部東部でですね、若干違いがありまして、西部は残念ながら3割をちょっと超えてるんですけれども、中部はぐっと下がりまして 10% 以下になりました。それから、まあ、東部は 10% をちょっと超えていると、まあ、こういうことで全体として一番直近の3月3日段階では 18% ということでですね、本当に落ち着いてきたなということで、もう県民の皆様方のご協力によりまして、こういう数字がこの現れているということでございまして感謝申し上げます。でここで気を緩めないでですね、首都圏あるいはその大都市圏ですね、ここへのご移動はそれらの地域におきましても都民あるいは県民に言われていると同じように、県外に行かないでくださいと言われてますように、我々の方もそこには行かないようにして、できれば県内においてですね、経済活動が少しくこうできるようになったということでございまして、ぜひ感染防止対策を徹底して、飲食並びに県内の旅行をですね、この元気旅のプロジェクトを活用していただいてお楽しみいただければと存じます。より詳しいですね、ことにつきましては、今日は上田スポーツ観光部長が同席していますので、上田部長の方からご紹介申し上げます。スポーツ文化観光部長、江田でございます。今日資料をですね、お手元の資料、一番後ろになるかと思いますけれども、そちらに資料をお付けしております。県民による県内観光の促進ということで、そちらをご覧になりながらお聞きください。まずこの資料の真ん中にございます、県民を対象とした県内観光促進事業の概要ということで、あくまでも県民、対象は県民でございます。で内容は2つ、1つ目は県内宿泊施設の宿泊料割引ということで、全部で5万泊分用意しております。割引額は宿泊費の2分の1以内で、最大で1泊1人5000円ということになります。で対象はですね、1つは県内の旅行業者の店舗での販売、こちらが3万泊、こちらの方はすぐに用意ができますので、3月8日から4月28日までの間ということになります。でもう一つはインターネット予約サイト2社ということで、こちらは2万泊です。3月22日から4月28日までとなります。こちらはちょっと用意に時間かかりますので、22日からとなります。あと駿河湾フェリーについては半額割引ということで、こちらは先ほどありましたけれども、3月10日から4月28日まで全体の乗船料等を半額にするというキャンペーンでございます。いずれも県民対象で、県境をまたがない県内観光の促進を狙ったキャンペーンでございます。こちらはですね、ちょっと上の方に点線で囲ってありますけれども、先ほど知事からもご説明ありましたけれども、事業の実施にあたりましてはですね、旅行者とあと県内の受け入れ施設双方に対しまして、徹底した感染の防止対策のを呼びかけた上で行ってまいります。県民の皆様にはですね、こちら の点線に囲ってありますけれども、旅行中の感染防止対策の徹底ということで、例えばマスクの着用、また飲食時にもですね、先ほど説明がありましたように十分に注意を払っていただくと。で、あと旅行についてはご家族などとなるべく少人数で行っていただきたい。さらになるべく平日の旅行などですね、混雑した場所とか時間を避けていただきたいと思っております。さらに事業者のホテルなどの事業者の方々、さらに旅行事業者の方々にはですね、今一度業界ごとにガイドラインがあります。
そちらを十分に守っていただいて、感染防止対策の徹底をお願いしたいということで、県からもですね、業界団体を通じて本日通知をですね、発送する、これから発送するとしております。以上ですけれども、県内の観光事業者の方々、大変な打撃を受けております。県観光の産業の皆さんをですね、応援するためにも、この感染の予防対策、十分にした上でですね、県内観光を楽しんでいただきたいということで、このキャンペーンを始めます。ちなみに県庁内の職員の方々にもですね、十分注意した上で、この県内観光について率先して利用するように、これから呼びかけてまいります。スポーツ文化観光部についてはですね、本日もう呼びかけを行ってみました。こういった機会にですね、楽しんでいただきたいと思っております。以上であります。以上でございます。